可愛いお題をということで、今日はコナンランドで買ったものを開封したいと思います。ということで、先日初めてコナンランドに行ってきたんですけど、お友達とめっちゃ楽しかったの。なんか本当にいろいろあってやれることが、まあ、物販ももちろんあるし、あとクレーンゲームとかガチャガチャとか、あとスタンプラリーとか、なんかスタンプラリークリアするとポストカードがもらえるとか、うちわがもらえるとか、あとはプリクラもねあったのプリクラてってなったんですけど、でも声がね全部あのキャラクターの声だったりとかして、すごいみたいな感じとか、フォトスポットもねいっぱいあって、すっごい楽しくて、であのテンション上がっていろいろ買っちゃったんですよね。なので今日はそれを全部開封したいと思います。まず最初はこちらのキーホルダーを2つ買いました。推しの愛ちゃんと安室さんアクリルキーホルダー、これはなんか今回のコナンランドの書き下ろしなのかな、ちょっとあんまり分かってないんですけど、なんかまたコナンカフェとか行った時にあのストローにねキーホルダーをかけるのをあの今私すっごいハマってるので、それをやりたいなと思って、ドリンク飲んでたりとかするからちょうどカフェとかにいいかなと思って買いました。次こちら巾着キャンディーかっこコーヒー味、安室さんとコナン君、この巾着めっちゃ可愛いなと思って買いました。使い勝手も良さそうだし、手よりちっちゃいくらいのサイズではあるんですけど、なんかちょっとしたものとか入れれるかなと思って、いいよ、お、1,2,3,4,5,6,7,8 8個飴が入ってます。かわいい、裏は何にもない、ちょっとなんかかすれてる感がね、レトロ感があるというか感じがしていいですね。あとはすごくないこれコナンくんのあの服の形をした、これはラムネ、箱の中に缶バッジ1個とラムネが入ってますだそうです。開けてみよう。そう、缶バッジがねこうやって入ってるらしいんですよ。多分3個のうちのどれか1個かなが当たるんだと思うんだけど、どれが当たっても良くないと思ってこれは買いました。ということで開けてみよう。缶バッジ入ってるこれ、あった、そこにあった、虫眼鏡のコナンくんでした。ちっちゃい、なんかもっともう最近の缶バッジはでも結構大きいじゃないですか、その感じであの思ってたから、まさかこんなにちっちゃいとは。でもこれくらいだと集めやすくていいね。可愛い缶バッジが入ってました。そしてラムネがそうか5個って書いてあったから5個入ってます。5個、あとはそれで言うと思ったより買ってないかもしれない。5500円以上を買うと外れなしのくじが1回引けますみたいな感じで、それもあって5500円以上買ったんですけど、あんまりそんな5000円以上買うことないから、なんか結構買ったなみたいな感じが個人的にはあったんだけど、数で言うと別にそんなに多くなかったかもしれないまあ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 、この缶バッジ、これはですね、ガチャガチャで当てた缶バッジです。なんか物販で550円かなでコインを買うことができて、専用コイン、その専用コインをガチャガチャに入れて回すと缶バッジがランダムで1個当たるみたいな、そんな感じだったんですけど、私も友達も1回ずつやったのね。そしたら友達が私の推しがいる安室さんの缶バッジを当ててくれて、私が友達の推しのキットの缶バッジを当てたんですよ。なのでやばーってなって交換しました。ありがとう本当に。ラストはこちらのハードカードケースコレクション4つ買ってきました。これ可愛くないと思って、なんかあのウエハースのカードとかを多分入れれるカードケースだと思うんですけど、こう周りにね
キャラクター関連のイラストが書いてあったりとか、あとこの絵好きなんだよね、このデザインのやつ。ラインナップこんな感じなんですけど、推しの愛ちゃんと安室さんと、あと友達の推しのキットを当てれたらいいなと思って買ってみました。はあ、こういうなんか当たってほしいやつのランダムを買うのそんなに機会が多くないので、なんか大体はこのこれみたいに何が当たっても嬉しいみたいなやつしか買わないタイプなので、なかなかに緊張してるんですけど、何が当たるんだろう。はあ、怖っ。いきます、一つ目、せーの、ほい。誰？あ、赤井さんだ。え、かわいい。そうそうそう、これ X かな。で、このこれに実際にカードを入れてる人がいて、なんか縦でも横でも使えていいみたいなことを言ってたんですよ。それもあってはちょっと欲しいなって思ったんですけど、かっこいい。これはちょっとぜひ当てて、そう、これになんかカードを入れてコナンカフェとか行ってお高すできたらいいなと思って思ったわけです。せーの、ほい。誰？あ、カザーちゃん。あ、かわいい。たこ焼きある大阪やな。あー、いいね。のリボンがね、散りばめられてる感じとかもかわいいよね。3つ目、せーの、ほい。うわー、すごーい。え、いい1412って書いてあるし、え、超いいじゃんこれ。キット柄が出たら友達にあのお渡しするねって言ってあるので、早速この後友達に連絡したいと思います。嬉しい。最後、私の推し、来い来い。あ、黒ずくめのあれだ、皆々様。あ、結構あれだね、3人いる、ジンとウォッカとベルモット。かっこいい。色もいいな、この灰色。意外とこれに安室さん、安室さんっていうかバーボンの時のイラストとか入れてもいいよね、かっこよくなりそう。まあ推しは当たらなかったんですけど、悲しいという感じで、こんな感じで当たりました。あとはですね、もらったものかな、これがスタンプラリーのシート。あのスタンプ全部集めると確か36種類の中のポストカードの中から1つもらえて、あのチビキャラのやつだったりとか、等身のやつだったりとか、いろいろあったんですけど、友達がこれを安室さん当ててくれたので交換しました。ありがとうございます。裏はこんな感じで鍵穴と、あと下はこの柄は全部一緒なのかな、わかんないけど、こんな感じでした。あとそのスタンプラリーをクリアしたこのシートと、対象店舗で2200円かな、税込み以上のお買い上げのレシートをコナンなどに持っていくと、このうちわを一つもらえて、これ後ろのキャラクターランダムなんですよ。コナンくんが当たりました。もう暑かったのでずっと館内でこうやって仰ぎながら歩いてたんですけど、あとはあのこれ、あの物販5500円以上買うとくじが1回できるみたいな話をさっきしたんですけど、それで当たったのがこのステッカーです。ディテクティブコナンって書いてある、結構かっこいいねステッカーなんですけど、ちなみに友達も私もこれを当てましたなんか景品何があるか知らないままくじをやったのね。で、そういえば何があったんだろうと思って帰ってから調べたんですよ。そしたら結構思ったよりいろいろあって、パーカーとかアクリルスタンドとか缶バッジとかシールとかステッカーとかいろいろあって、なんだけど2人ともこれを当てるっていうあの仲いいねって私も言ったし、店員さんにも仲いいですねって言われました。そう、なのでお揃いのステッカーをもらいました、当てました。あとプリクラも撮ったんですけど、ちょっとあのこれ友達も写ってるので私だけ写ってるやつだけ1個載せておきますね。愛ちゃんと通所したの
いやー、コナンヒちゃん可愛すぎるよなマジで。コナンスタンプ、あのコナンのチビキャラのスタンプとかもあって、すごいね、可愛かったです。ということで購入品以上です。いや、もう前回粉オタ活した時に、多分この今期の粉オタ活は多分もうないと思うみたいな、しばらくないと思うみたいな話をしたと思うんですけど、見事にがっつりオタ活しました。楽しかった、本当にこのラウンドめっちゃ楽しかったの。だから来年もしまたやるんだったら絶対行きたいなと思っているところです。ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 X インスタもやってるのでよければフォローしてください。ではまた次の動画でーす。